彩香さくらのさくらじおです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっといつもと違う形です。何かと言いますと、小野さんがおりません。不在です。で、今日は私一人でちょっとおしゃべりしてみようかなと思っています。で、私の手元に今、新聞の切り抜き記事がですね2つあります。で、何かと言いますと、1977年昭和52年の暮れに、発売というのかな、の毎日新聞社会面にある、コラム囲み記事なんですね。で、芸能界裏の裏の裏という、コラムで、なんとですね、この時に、石川さゆりさん18歳から19歳、ぐらいの年齢ですね。その時に小野さんが石川さゆりさんのマネージャーとして一緒に動いていた時はまさに、津軽海峡冬景色ヒットの真っ只中っていうところです。その時にどうやらね、密着取材を受けてこの記事、何回かの連載だったようです。で、ここにある記事をちょっと読んでみたいなと思います。見出しが、強行軍の日々。翌朝、タレントたちは一斉に東京へ。大阪での優先対象のさゆりは午前10時の全日空機で羽田へ。羽田からタクシーを飛ばして九段の日本武道館に飛び込む。正月恒例、野球人夢の歌合戦の録画撮りである。その間、日刊スポーツのインタビューを受け、2時過ぎに待望の朝食、ヒレカツ定食1000円。夕方、本番を取り終えてフジテレビへ。紅白モノマネ歌合戦の録画。夜9時半からコロンビア本社で新曲、人長毛のレコーディング。上がりは午前1時過ぎだった。1時過ぎか、すごいですね。小野マネージャーは、さゆりを目黒の自宅に送り届け、久しぶりに品川の戸越のアパートに戻った。午前2時である。午前2時。小野くんは26歳。小野さん26歳だったんだな。中央大学法学部を3年前に卒業した。大学に入った当時は、弁護士にとも思ったが、途中から気が変わった。現場のある職場を、それがホリプロ。芸能プロの人たちといえば、十数年前までは高卒がほとんどだった。ところが、最近は大卒が圧倒的。ホリプロの入試には500人ほどの志願者が殺到する。急成長企業。小野くんは、万年どこにはまり込んで泥のように眠る。と、もう目覚ましが鳴る。午前5時半、背広を引っ掛けて飛び出す。ろくに下着を取り替える時間もない。さゆりは自宅の前で待っていた。タクシーで東京駅へ。疲れたろ？でも、1時間寝たから。超過密スケジュール。6時24分発の新幹線で京都へ。座席に着いた途端、二人はすぐに眠りこけた。続く。で、石川さゆり、華やいだ冬景色、〇7という記事ですね。もう一つ読ませていただこうかな。芸能界裏の裏の裏。こちらは、大輪咲いてというサブタイトルがついています。12日、渋谷公会堂の紅白歌のベスト10が終わったのは午後9時。比較的早い上がりだった。さゆりはほっと一息。ダブダブのセーターに着替え、素顔の19歳に戻った。今日はゆっくりお風呂。かつら合わせ済まそうよ。と、小野マネージャーが気の毒そうに声をかける。暇なうちに先の仕事を片付けなければ。人影のない NHK 3階に衣装部がある。人の良さそうな床山のおばさんが、それこそ手ぐすねを引いて待っていた。今度は若侍役だよ。売れ出して芝居が増えた。その度にかつら合わせが必要になる。おばさん、朝まって痩せるのかしら。そんなことないよ。でも痩せたみたい。華奢な体でよくこれまで頑張ったものだ。平均睡眠時間約5時間で、この1年間。
頭まで痩せた思いがするのかも。その夜、さゆりは久しぶりに早めに眠りについた。おばさんが元気そうだねと声をかけてくれたのが安らぎだった。翌日から再びラストスパート、これは多分年末に向かってのラストスパートということでしょうね。翌日から再びラストスパート、 FNS 音楽祭でさゆりはグランプリ以下3賞独占。最後まで結果がわからなかった激戦にさゆりは涙でくちゃくちゃ。今レコード大賞最優秀歌唱賞の呼び声が高い。5年間の下積みの末に咲いた大輪、その5年間の重みを評価しての話だ。鈍行歌手が栄光をつかもうとする瞬間だから、周囲に力が入る。善意に包まれ、これは華やいだ冬景色である。終わり、かっことじ。石川さゆり、華やいだ冬景色という、ここにもタイトルがあります。